こんにちは、バルバーマのアスカです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はインスタグラムのリポストのやり方をご紹介していきたいと思います。はい、ちなみにリポストというのは何ぞやという人もいると思うので説明していくと、ツイッターでいうリツイート機能っていうのがインスタでいうリポストっていうのに当たります。そうやって思ってもらえたら大丈夫です。で、インスタのリポストどうやってやるかっていうと、インスタのアプリだけじゃちょっとできなくって、別の無料アプリをダウンロードして一緒に使ってやっていくっていう感じになるので、今日はそちらをねご紹介していきたいと思います。結構活用できるので、この投稿をリツイートしたいのにやり方わかんないっていうこと結構あると思うので、こちら活用してもらえたら嬉しいです。ちなみにインスタは特になんですけれども、リポストする際に気をつけなきゃいけないのは、自分たちが運用しているねアカウントを自分たちの中でリポストしていく分には全然問題ないんですけど、全く知らない人の投稿をリポストしたいって場合は、やっぱりその人に一度 DM して連絡してですね、これリポストしていいですかって確認を取ってもらって、いいですよって言われたらリポストするようにしてください。で、基本的には写真と文字ですね、全部コピーされるんですけど、それは基本的にいじらずに使ってください。編集できるけど編集しないっていう感じで、それを引用させていただいて自分のコメントを書くみたいな使い方をしていただければと思います。なんか私も勝手に自分の投稿を全部コピーして作ってるなんかインスタを見つけたんですけど、私のだけ上がってるみたいな、てかまあパフォーマー仲間が教えてくださったんですけど、こんなのなんかされてるよみたいなそれはね良くないんで、私もダメですよって報告したし、ダメなので、そういうことはね絶対しないでください。しっかり確認取ってからやってください。基本的には自分たちが運用する中でやる分には問題ないので、ちょっと考えながら使ってもらえたらいいかなって思います。はい、それではまず無料でダウンロードするので、 Apple Store でリポストと検索してください。そしたらこれです。これがリポストアプリです。こちらをダウンロードしてください。無料で安心して使えるのでご安心ください。ちなみにこれ開くとなんか有料がどうとかって話出てきますけど、無料で使えるので全然有料にしなくて大丈夫です。というわけで、じゃあやり方ですね、説明していきます。はい、それではインスタを開いてください。で、リポストしたい投稿を選んでいくんですけど、インスタは投稿のことをフィードっていうので、投稿イコールフィードって覚えてください。私フィードってこれから言います。ということで、参考にするリポストしたいアカウントをですね、今回私が関わらせていただいているラボルーンエンターテインメントっていう、こちらのアカウントを使ってやり方説明していくんですけど、じゃあリポストしたいフィードをね選んでいきます。じゃあこちらのバルーン装飾ですね、舞台やった時のバルーン装飾なんですけど、こちらをじゃあリポストしたいなってなった時に、これね画像がいっぱいある3つですかね、ある、ものになります。こちらをリポストしていきたいと思います。この右上の点々点って3つありますよね、ここを押します。はい、そうするとリンクをコピーってありますので、こちらをタップします。はい、そうすると、リンクがクリップボードにコピーされましたって出ましたね。これでリンクがコピーされました。これで一旦インスタは閉じてください。それではリポストのアプリを開いてください。そうするとさっき読み込んだ、リンクコピーがですね、こちらに読み込まれまして、こんな画面がね出てきます、アクティブのところに。はい、そしたらここの、今出てるところを押します。そうするとこんな画面出てきます。で、今左下にラボルーンエンターテインメントっていうアカウント名ですね、こちら出てるんですけど、これの位置変えられるんですね。左下のここのマークいろいろあるんですけど、どの位置にしますかってこうやって選べます。好きな位置をこれでね選んでください。こうやってね広告出てくるんですけど、全部バッテンで消してくださいね、無料でできますので。じゃあ私は左下にしようかなっていうことで、ここの位置にしたいと思います。で、右下のところにここに白と黒ありますよね、これはこのアカウント名が黒にしたり白にしたりできるので、これも好きに変えてください。私は白がいいので白にします。で、ここに再投稿ってありますので、こちらを押してください。はい、で、これ現在の写真と全てのメディアってあるんですけど、これ全てのメディアにすると、さっきあった3枚の写真を全部リポストできます。これ現在の写真にすると、今写っているこの写真しかリポストできないので注意してください。ということで、全てのメディアを私は選びます。はい、出て
ました。次こんな画面です。で、リポストはストーリーズとフィードどちらでも使えるので、まあ、今回はフィードをやっていくのでフィードで説明します。ストーリーズのやり方一緒なので、まあ、応用してやってください。でフィードを押します。ほい。そうすると、こんな画面出てくるんですけど、まあ、インスタ投稿してる方はわかると思うんですけど、こちらのですね複数写真を選ぶマークを押します。そうすると、まあ、勝手に保存されてるわけなんですけど、画像がですねさっき出てた3枚の写真が出てるので全部選択しますね。 1,2,3 枚と。そしたら右上の次へってボタンがありますので、こちらを押します。はい、そうすると3枚コピーされましたね。でこれはリポストさせていただく、まあ、そのまま引用させていただくので、なんかいろいろねこれ変えれるんですけど、色味とか変えないでください。変えない方がいいです。で次へってありますので、こちら押してください。はいですね。でこのキャプションを書くってところをですね一回長押しをしていただいてですね、そうするとペーストって出てくるんですよ。これペーストするとなんとリポストした記事のコメントが全部コピーされます。すごいですね。で一番上にはリポストとか書いてありますよね。なので、これはね全部消さずにですね、一番上のところですね、もうこのコピーしたものは引用させていただくのでいじらずに、ここに例えば私の好きな丸です、可愛いのでぜひ見てくださいみたいなことを、例えばね適当だけど打ってみて、で、まあ、OK ってすると、まあ、タグ付けもできるしいろいろできるんですけど、まあ、こんな感じで簡単にねシェアって次ありますので打ちます。はい、そうするとですね、はい、私のルーちゃんが映っておりますが、はい、今はしない。はい、この前も紹介させていただいた私の限定アカウントですね。で今説明してるんですけど、ほら私の限定アカウントにラボールエンターテインメントのリポストした記事がこうやって自分の投稿にアップすることができました。要は引用リツイートってことですね、ツイッターで言う。こんな感じで簡単にできます。でストーリーズもね同じようにできますので、こういう感じでやっていただけたらと思います。はいですかね。ちょっと早くて分からなかったよって方はもう一回ね見直していただければと思います。はい、以上になります。いかがだったでしょうか。アプリを使えばねリポストっていうのができますので、インスタアカウントをうまく運用活用するために使っていただければと思います。私もいろんなプロジェクトに関わらせていただいているので、それを、リポストするときにこの機能を使わせていただいております。ぜひぜひ活用してもらえたら嬉しいです。ということで今日の動画はこれにて終わりたいと思います。またいい情報があったりためになることもありましたら紹介していきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。アスカでした。ありがとうございます。ではでは。